今日はこれあの最近よく聞かれるんですけどもこの D ローがやってる高い声ってどうやって出してんのっていう正直予想でしかないんだけどこれは普通に弾き声がやべえっていうだけだと思いますそもそもね D ローってさめちゃめちゃ弾き声使うのが手くて 弾き声でうねりを表現するのがうまかったり、そもそも弾き声がね、あの、本当にクリーンだったり、d l ローの弾き声そのものが結構やばいのよ。多分ね、これをうまくやる方法とかっていうのは特にないんだよね。弾き声をうまくなれって感じなのかな。無リゲーだね、これ。うーん、だと思うんだ。これできねえ。 ここね上手くなる方法どうしたらいいんだろうね。なんか D ローンの引き声ってさ、あの芯があるだけじゃなくって、すっごい太いんだよね。普通に息を吐き出して、強い芯のある裏声を出してるみたいな感じで、すごい分厚いんだよね。だから、もしかしたら、なんかファルセットをヘッド帽子にするみたいな、そういう独自のやり方が D ローンにはあるのかもしれないね。まあ、頑張って探してみてね、やりたい人は。はい。ということで、えー、今回の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。